クティニルパーク国立公園はカナダの国立公園である。カナダの極北ともいえるヌナブト順州のクイキクタールク地域にあるエルズミーア島の北東部に位置し、北東グリーンランド国立公園に次いで地球上で2番目に北にある公園である。イヌクティクット語でクティンルピックは世界の頂点を意味する。1988年に エルズミーア島国立公園保護区として設立され、1999年にヌナブト巡州の成立に合わせて、現在の名前に改名2000年に国立公園となった。公園の面積は37,775平方キロメートルに及び、ウッドバッファロー国立公園に次いでカナダで2番目に広い公園である。大地は岩と氷に支配されており、 降水のほとんどない極地砂漠となっている。公園内の高地は大半が氷管に覆われており、この氷管とそこから流れ落ちる氷河の起源は少なくとも最後の氷河期まで遡る。公園内にあるバーボーピークは標高2616メートルあり、ヌナブト巡州の最高峰である。レミングや北極ウサギ、ジャコウ,ウシに北極オオカミといった 数種の動物が公園内に生息している。しかし、まばらな植生と低温のため個体数は限られている。ベアリーカリブーの頭数もかなり少ない。夏になると、水かきちどりや、香ばしぎ、白はやブサや、白は盗賊カモメなどの鳥たちが餌層に公園を訪れる。通常見られる植物には、草や、地衣類に加えて、ドワーフウィロウや、ホッキョクワタスゲがある。 こういった動物や植生は平寸湖地区に集中して見られる。ここは周囲の氷感に覆われた山々や谷筋に比べ比較的温和な気候をしている。高緯度と限られた野生生物のためエルズミーア島のこの地域に人類が居住したことはない。タンカリーフィヨルドから平然湖に続く峠道には極北の人々が約5000年前から使われてきた痕跡がある。 テントの巨石や食料庫の跡が前期同セット、同セット、現代、イヌイットの祖先であるトゥーレ人といった文化の担い手がこの地域を訪れたことを物語る。この島の東や北端は様々な極地探検の出発点として使われてきた。コートコンガーは初期の北極探査の調査基地であり、連邦遺産建造物として管理されている。パークスカナダは タンカリーフィヨルド空港と平然湖、ワード島に監視所と未舗装の仮設滑走路を整備している。タンカリーフィヨルドと平然湖は旅行者にとって基本となるアクセスポイントだ。この監視所以外に公園内に設けられた施設はない。二つのトレッキング用ルートがあり、平然湖とタンカリーフィヨルドを結ぶルートとアドアストラとバイキング氷判をめぐるルートだが、 いずれも 100km 程度の距離がある。2004年に公園はカナダの世界遺産の9つの候補の一つに選ばれた。ナショナルジオグラフィックニュース北極圏でミイラ化した森を発見。2016年6月15日閲覧。クティンルピックナショナルパークザカナディアンエンサイクロペディアヒストリカカナダ。2015年5月28日閲覧。 クルーズツーリズムインエーウオーミングアークティックインプリケーションズフォーノーザンナショナルパークスカルガリー大学 P1 2015年5月28日閲覧クティンルピックナショナルパークオブカナダパークスカナダ2015年5月28日閲覧クティンルピックナショナルパークオブカナダカルチュラルヘリテッジパークスカナダ 2010年2月27日閲覧。クティンルピック、ナショナルパークオブカナダ、ハウス、ゲットゼア、パークスカナダ。2015年5月28日閲覧。クティンルピック、ユネスコ、テンタティブリスト、ユネスコ。2015年5月28日閲覧。ありがとうございます。